こんにちは、新代の正木です。本日は奈良市の天ヶ辻駅から徒歩2分の、単身用アパートのご紹介をさせていただきます。はい、まずですね、こちら洋室の方なんですけれども、約8畳ほどございまして、お一人様でしたら十分広々としたお部屋となっております。横幅にも大変広くですね、ベッドを置いていただいてもですね、残りのスペース広く取っていただけますので、非常に魅力的なお部屋となっております。はい、そしてですね、こちらバルコニーですね、こちらは、大変日当たりのいい南向きということで、こちらで洗濯物をしていただけますので、大変乾きやすい、ところとなっております。お部屋も非常に明るいですね。またこちらエアコンもですね、1台備え付けとなっておりますので、夏冬快適に過ごしていただけます。はい、そしてこちらの注目ポイントとしましては、収納スペースが大変広々としております。こちらの方はウォークインクローゼットということで、お洋服大変かけていただけますし、こちらのあたりにですね、いろんなものを収納していただけますので、お部屋の方もすっきりと使っていただけるかと思います。また設備といたしまして、こちらモニター付きインターホンになっております。女性の方でも安心してお住まいいただけます。またこちらの方は給湯器、リモコンですね、すぐに温度変更をしていただけますね。はい、次はですね、キッチンスペースの方に行きますと、キッチンの横にこういったスペースがございます。こちらには冷蔵庫であったりとか、また電子レンジ等の棚を置いていただけるスペースがあるので、お部屋に置く必要がございません。はい、そしてお手洗いの方ですね。はい、こちらの方はもちろん、セパレートタイプの、おトイレとなっております。はい、またキッチンの方ですね、こちらの方は、ガスのコンロ一口備え付けのシステムキッチンとなっておりまして、こちらのね、まな板を置いていただけるスペースが広くなっておりますので、お料理好きの方にも、大変おすすめなキッチンになっております。上の方にはですね、水切り棚であったりとか、お茶碗であったりコップの方を置いていただけるスペースがございますし、また下の方はですね、十分フライパンであったりとかお鍋も収納していただけます。はい、その奥にですね、玄関スペースがございまして、シューズボックスですね、備え付けとなっております。また上の方にも棚がございますので、非常に使い勝手のいいところでございますね。次、水回りの方ですね。はい、こちらの方はニーズの高い独立洗面台が付いておりまして、こちらシャンプードレッサーですね、非常に掃除もしやすいところとなっております。反対側の方も、こちら室内洗濯機置き場ということで、こちら中で洗濯機を置いていただけます。はい、また奥の方はバスルームですね。はい、こちらの方も、お一人様でしたら十分な広さのお風呂になっておりまして、またすぐにですね、温度変更もできるので非常に便利ですね。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。